メイ列車で行こう。重箱の隅編。その3、ロマンスカー形式内閣差と変わる伝統。皆さんこんにちは、カイトです。おかげさまで重箱の隅編も3回目です。そしてやっと小田急ネタです。ロマンスカーというわけで、今回のゲストが、はいどうも、みんな大好き霊夢ちゃんのお出ましよ。登場第一声がそれかいな。というわけで、今回は私と霊夢さんで、後ろのロマンスカーを解説します。どうしたんですか？このシリーズって、車両とゲストのカラーを合わせていたと思うけど、今回のロマンスカーは、私の衣装と色違うわね。この車両、昔は赤白だったんですよ。ああ、それで紅白カラーの私がぴったりと。って、誰が紅白巫女じゃ。言ってないです。紅白って言われるのは、好きじゃないのよ。そう言っている動画多いけど。まあ、管理人が霊夢さんを選んだのも、いろいろ深い理由があるんじゃないですかね。それならいいわ。では始めていきましょう。霊夢さんもただ色だけで選ばれたというのは黙っておこう。小田急7000型ロマンスカー、LSE は、1980年初登場の、3代目ロマンスカーです。LSE は、ラグジュアリースーパーエクスプレスの略で、その名の通り、機能や居住性の向上を図った車両です。なんかさ、小田急線でこの車両を見かけると、これぞロマンスカーっていう人もいるみたいだけど。小田急ロマンスカーは、実質的な初代ロマンスカーである3000型から、3代続けてこのカラーだったので、ロマンスカーといえばオレンジ色という方も多いでしょうね。そんな7000型は、結構いろいろグリューデンがあって、第2編成が連接台車のデータ取り用として、国鉄時代の東海道線で試運転を行ったり、交通バリアフリー法に対応できなかった後輩を差し置いて、現役を貫き通していたりと、百戦錬磨の様相を見せています。7000型は、その後1年に1本のペースで増備され、1983年には11両編成4本が出揃いました。その後、1997年から1999年にかけて、リニューアル工事が施され、先ほどもちょっと出しました。このカラーになりました。ああ、これだけ似てや、私が呼ばれるのも無理ないか。そして、2000年に、2代目ロマンスカーである3100型の引退をもって、一旦はオレンジ色のロマンスカーは消滅したわけですが、2007年に第4編成を旧塗装に戻したところ、人気だったのか1年限りのはずの旧塗装がずっと続き、2012年には、第3編成も旧塗装にする運びとなりました。へえ、懐かしのカラーが増えてよかったじゃないの。しかもこの2編成、展望席の窓枠を当初と同じ銀色に戻したり、最新の保安装置、DATSP も積まれるなど、気合の入った工事でした。それじゃ、残りの2編成はどうしたのかしら？第1編成と第2編成は、残念ながら復刻カラーにはなりませんでした。ってことは、復刻カラーと新しいカラーが、2本ずついるわけね。いえ、この2本は廃車となってしまいました。復刻カラーの気合はどこ行ったのよ。っていうか同じ車両なのに格差ありすぎじゃない。まあ、減りゆく形式で往年のカラーに整備する事例は、珍しくはないのですが、7000型はカラー以外にも手が入ったので、復刻から漏れた編成との処遇差が、少々目立っているといったところでしょうか。そんな7000型も、登場から30年以上が経ち、そろそろ新型来そうだなと思っていたら、とうとう置き換え車両の導入が発表されました。それがこの7万型です。あら、まだイメージだけなのね。2018年春に7両編成2本が、デビューする予定の7万型は、展望席にオレンジ色の車体など、
7000型の特徴の多くを受け継ぐみたいですね。しかし、それまでのオレンジロマンスカーと明らかに違う場所があります。それがここです。車輪7万型ロマンスカーはボギー車なのです。それまでのオレンジロマンスカーは連接台車となっているのが伝統でしたが、7万型は保守面で有利なボギー台車に方向転換したみたいです。台車の伝統がここで大きく変わったということです。いかがでしたでしょうか。小田急線で当たり前のように見ることができた馴染みのロマンスカーも余命あとわずかとなると一抹の寂しさが漂いますね。せっかくだから記念に保存とかしないのかしら。小田急は今まで引退したロマンスカーを短くして保存しているので、7000型もその仲間に入れる可能性はあると思います。しかしやっぱり11両フル編成で駆けてゆくその勇姿を今のうちに記録しておいた方がいいでしょうね。慌てず笑顔で最後の伝統ロマンスカーを温かく見守っていきましょう。それではここまでのご視聴ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。